時時時刻8時7分回りましたさあ月曜日のこのこ間は健康に関すする話題をお届けしています健康維持のためにはですね食事休息そして運動これが大事ということで一日の歩行数を8,000歩を意識しましょうということでね昨年から続けております。えー、今週、まあ、先週の私でございますが一番少なかった日はですね4917歩これ金曜日。 一番多かったのは土曜日で 11, 歩でした、えー、まず少なかった日はですね金曜日ですけれども番組が終わった後に私お正月1日から仕事をしておりましたので今日はもう仕事はしないと思ってですねスーパー銭湯に行きました <laughs> はいえー、<laughs> 10時半ぐらいに着いたのかなスーパー銭湯に。でですね1 1 1 2 1 2 三時半ぐらいまでいたので、五時間ぐらいスーパーセントにいました。なので、ほぼ歩いておりません。矢のお湯に使ったり、赤すりしてもらったり、またお湯に使ったり。あと、マッサージしてもらって、あと、岩盤浴して、もう極楽ですよ。今日の年取ったなーっていう話じゃないんですけど、あの女性で三十代ですかね、二十代かなー。 お友達同士で来てらっしゃる方が1組か2組いらっしゃったんですけどいいですねなんかこう楽しげにこうキャキャってこうなんか話しながらとか <laughs> 入ってらっしゃるんですけど私は1人でぼーっとしながらまあそういうことができるようになったのもあ年取ったなって思う瞬間ですけれどもでもあののんびりしてまいりました。 でですねこう貧乏症なんですねこのまま何にもしないって決めてたんですけどそれぐらいなんか自分の時間を平日に取ってしまった罪悪感からかその日必死であと本読みました <laughs> せっかくせっかくほぐれてきた体がまた肩こるよっていう感じだったんですけどなんかもうこの貧乏症な性格を直さないとなと思いながらはいご紹介する本をいっぱい読みましたけれどもねそれが金曜日 で土曜日はですねその明けだったんですけれどももうお風呂も入って本も読んで疲れたので金曜日の夜にもかかわらずですね私いつも通り10時半に寝るっていう <laughs> 寂しい生活なんですよ。で10時半に寝たのでいつもだったらね4時過ぎに起きてるんですけどそれよりはもうちょっと寝ても大丈夫ですよね土曜日だから。なんですけどまあ言っても早めに目が覚めまして。 ちょっと久しぶりにと言いますが今年初めてのウォークランに行ってまいりましたはい、まあそんな長くは走ってないですほとんどウォーキングしてた感じですけれどもなので1万歩超えの日まあでもやっぱり寒い日が続いていると全身の筋肉がやっぱりねューッとなってますよねマッサージしていただいた時にマッサージ師さんに言われましたものすごい硬いですと。 で今冬の時期はやっぱり皆さんこう体がどうしてもギュッとなってるのでストレッチとか大事ですよなんておっしゃってたんですけれども腰痛持ってらっしゃる方も多いと思うんですがこんな時期本当に要注意をしていただきたいと思いますので簡単なストレッチ今日ご紹介します。まずはですねあの骨盤周りの運動なんですけれどもまっすぐ立った状態でちょっとお腹に力を入れてください。で入れながら息をですねふーっと。 ゆっくり吐いていてきますで骨盤を前の方に行って多分分かりにくいと思うんですけどお尻をですねこうキュッと締める感じです息吐きながらグッとそうすると若干こう骨盤がクッと前に入る感じなんですけれどもこれをしてくださいで今度息を吸いながら緩めていくという感じですね逆側にっていう感じですでこれもですねあのいきなりこう「はっっ」ってやるとあのダメなのでゆっくり息吐きながら。 ゆっくり息吸いながらっていうのを気をつけてください。これ簡単でしょ？あと太ももとお尻のストレッチ。お尻って皆さん凝ってるんですよ。本当に。で、これは椅子にですね、今度浅く腰掛けていただいた状態で、しっかり上半身は背筋伸ばしてください。で、ここもお腹にちょっとクッと力を入れます。で、膝を伸ばして足をですね、床と同じように平行に。 上げていきます。で、これだけでも結構インナーマッスルいります。お腹筋ね、腹筋がいるんですけれども、そこまでぐーっと上げることによって太もも前のあたりこうくっと力が入っているのわかると思います。で、それをですね、ゆっくりつま先を自分の方に持ってくるイメージで引き寄せていきます。で、ふくらはぎから太ももの裏お尻までが伸びているのを感じながらですね。 で、今度太ももを伸ばしましょうということで足をですね前後に大きくこれ立ったままで開いていただいてなのであの、気をつけってした状態でどちらの足でもいいです右足を一歩大きく前にポーンと出してでこう膝曲げていきますね前の足曲げていきます。で、でこの状態で伸ばした、 太ももの裏など伸びてると思うんですね片っぽの脚は伸びてるんですけれども背中をまっすぐこう上半身を前にしていくことで太ももの裏ではなくって太ももの前の部分ちょうどあの骨盤ですね恥骨からちょうど太ももにつながってるその辺りがこう前にぐーっと伸びていくのを感じてください。後ろはね結構例えば前屈したりしても伸びたりするんですけど前って意外に伸びてないんですよ。 なののでしししっかり前も伸ばしてあげましょうとでこの太ももの筋肉を鍛えながらですねあの腰やお尻の筋肉関節の柔軟性を高めてくれるのが立ったりしゃがんだり立ったりしゃがんだりっていうこれだけの行為でもゆっくり柔軟性を高めることができます。はいあのー 不安定な方はですねこれやっててちょっとこけたりすることもあると思いますのでちょっと壁際でやってみたりとかしてねしっかりこけないように気をつけていただきたいと思います意外に座ってる時間が長いっていう方も多いと思いますので座りっぱなしはやっぱり良くないですからね10分15分経ったらちょっと一回立ってみるとか工夫してください腰とかですね急にこうグッて曲げたりとか反らしたりとかっていうポーズもあると思うんですけど固まった体で いきなりそれをグッとかしてしまうとあ腰がっていうことになってしまいますのでダメですとにかくあの皆さん筋肉をですね伸ばす時ストレッチの時はゆっくり丁寧にするっていうのがもう基本的なんですだから呼吸を遅くしてゆっくり吸ってゆっくり吐いてっていうそのリズムでストレッチもしてみてください ストレッチすると血行が良くなりますので体温も上がってくるしあと脳への血流も良くなりますからねお仕事中にちょっと動かすだけでお仕事の効率も上がるかもしれません。